これ神山古墳でございます。これずーっとこっち見るとね、はい、築山古墳目の前ありますよね。高さが全然ないよね。これ公園墳の方やけど、高さがどうやろう、10メートル未満やね、これ水面から。こんな大きい前方公園でこんなね高さがないの、まあ珍しいんだけどね。前方公園墳でこんなに、ね、高さがないの珍しいんだけどね。木が生えたので高く見えるけど、はい。おお、また釜がいっぱいおりますわ。こちらにやってきましたけどね。あら、わからんか。わかりませんな、これ。看板も何も出てないからわかりませんね、これは。おお、二条さんの目の前や。これも何かあったんかね、これも。これと言われてるんですよね。古屋敷古墳、破壊されて分かってない、分からないんやけどね。サイズも分からんかな。これではさっぱり分からんな、これは。ずっと下ってて、わかりませんね。くっきりとね、二神屋が見えるんやけど、これ仕打ちになってんか、これ。ほらほら、まあ、6世紀ぐらいとあのいうところでね、埋蔵品から。上がることもできないか。もう横は住宅街やしね。長さで5、60メートルなんだけどね、この。ということは普通の円墳じゃ、しかしね、円墳じゃないかと言われてるんだけどね、どうなんだろうね。横に築山古墳があるんでね、倍塚かもしれんな。この形じゃさっぱりわからんね。これ古屋敷古墳っていうふうにね命名されてんだけど、看板一つ立ってないからね。この横のこの広場は何だろうね、これ。ここちょっと見上がってみようか、ここから。畑や、完全な。だいぶ高くなってるんでね、周りから。これは、盛り土したんだろうかね。これやっぱり分からんな。
さっぱり分からない、これじゃ。この辺はこの辺やのね。これね、奥は墓地になっとるんでね、これずっとあったとすればもっと大きい前方後円があったのかもしれんな。まあ、形が何も残ってないのでね、分からんな、これじゃ。ここ墓地やろ、墓地の横はもう住宅街になってるんでね、分かりませんね。あら、大谷山自然公園でございました。目の前がこんな近かったんかいね。失礼します。墓地の上から眺められんかね。こう眺めてみると、ちょっとわからんね。この辺がこの辺高くなっとるんで、この辺がそうかね。ちょっと形わからんね。こういう感じやったらもうさっぱりわからんね。前方後円群ではないかな。これは破壊されて分からんけど、可能性としては前方後円群の小型のがね、あった可能性もある。そっか、円墳ね、円墳やったらちょっとな、どっかが円みたいやけど全く分からんな。か、宝墳の可能性高いかな。カツラゲヒでございます。はい、この広い土地は何だろうね。後で聞いてみようかね、ちょっとね、どっかに。この辺が一番高いみたいね、これ。この辺ではここ一番高い丘の上やから、ここは墳丘だった可能性もない、なきにしもあらずやな。こっちも高いか。可能性としてはあるかな。はい、古屋敷古墳でございました。ちょっと何にもないんでね、看板もないんで当てずっぽで来たんだけど、間違いないと思うけど、どうですかね。ちょうど見えねえけど、仁王山のここからね。これちょうど見えます。ここ二条とここ。こうやって見たらもう三角形やもんな、完全に。